はい、どうも、甲子園球場のお膝元、兵庫県西宮市でライターをやっております、奥田大輔と言います。このチャンネルは阪神タイガースを応援しようということで、今シーズンから始めています。毎日ですね、試合の後に、その人の試合を阪神ファン目線で振り返っていろいろ語って、それを YouTube と音声アプリの方にアップをしています。もしですね、この動画をご覧の方で阪神ファンの方いらっしゃいましたら、まあ別に阪神ファンでなくてもですね、まあプロ野球ファンの方で興味持ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録とかいいねとかコメントいただけると、励みになりますので、よろしくお願いしたいなというふうに思っています。今シーズン最後までですね、毎日動画をなんとかですね、頑張ってあげようと思っていますし、登録してくださる方もですね、増えてきましたので、で、シーズン終わってからもですね、オフシーズンにも何かしらの動画を上げていきたいなと思ってますので、ぜひともですね、チャンネル登録お願いしたいなというふうに思っております。はい、ということで、今日の試合をですね、早速振り返っていきたいと思いますけれども、今日からですね、甲子園にですね、場所を移しまして、広島との3連戦ということですが、まあ、広島がですね、今ちょっと下位の方に低迷しているということで、まあ、ここはですね、なんとしても勝っていかないとですね、巨人を追いかけていくには、もう下位のチームに負けてたら、もうどうしようもありませんから、なんとかですね、これは一戦必勝でですね、昨日勝って、今日もなんとか勝ってですね、明日も勝って3連戦で、月曜休んで、その次はもう東京ドームですから、そこに弾みをつける3連戦にしたいなということで、今日もですね、3対1で見事勝利を収めたということでですね、まあ、ひとまずは良かったなということですよね。ちょっとまあ、振り返っていきたいんですけれども、今日は、ピッチャーが秋山投手ですね、阪神の方が秋山投手で、それからですね、広島の方が遠藤投手ということで、秋山投手、今年、広島戦の先発がすごい多いなという印象なんですけれども、まあ、あれですかね、その今シーズンはその日程のね、スケジュールの問題で、結構同じところにずっと当たったりするですね、ピッチャーが多いんかなというふうに思ったりもしますね。対戦相手も同じパターンがね、多いんですね。まあ、今回はちょっとずれましたけどね、今日は秋山対遠藤という対戦になりましてですね、まあ、試合をざっとこう、振り返るとですね、初回にスリーランホームラン、大山選手のスリーランホームランで先制をして、そのまま後はもうずっとゼロ更新でいくと。で、8回に広島がですね、1点返して、最終的に3対1で勝つというですね、そういったまあ、点数の、まあ、移り変わりですね、そういった点の入り方をして勝ったんですけど、まあ、とにかく今日は秋山投手の好投が光ったというですね、そういった試合ですね。なので、まず秋山投手からですね、振り返っていきたいと思いますけれども、今日はですね、本当にもう、コントロールがやっぱり良くてですね、昨日の西投手の流れをそのままで、引き継いでいたかのようなですね、素晴らしいコントロールですね。で、その球種もですね、実は西投手にまあ持ってるその球種が似てるんですけど、得意にしてる球種がちょっと違うんで、まあその組み立ての軸っていうのがですね、西投手はちょっと違うんですけどね。まあもちろんその日のですね、西投手にしろ、秋山投手にしろ、その日の、きっちりコントロールできる球種とかですね、その日すごい、いい球種みたいなのを軸にですね、組み立てていきますから、もちろんその日によってですね、組み立て方っていうのは変わってくるんですけど、今日はナックルカーブは良かったんじゃないですかね。秋山投手といえば、まあ、ストレート。まあ、ストレートもですね、そんな速くないんですね。この辺も西投手に似ているかなと思いますけども、140キロぐらいですね。大体ストレートがですね。まあ、本気出したらもうちょっと出ると思うんですけど、コントロール重視で投げてるから、まあ、140キロぐらいに、まあ、抑えてるのかなっていう、そんな感じですね。ただまあ、きっちりとですね、スピンのかかった綺麗なストレートがコーナーに決まるっていう感じですから、球速はないんですけども、そんなにボコボコ打たれるってことはない、そんなストレートですよね。それと、フォークボールありますね。それからカットボール、スライダー系のボールですよね。カットボール、それからシュートも投げますよね。で、それからですね、それからカーブですね、ナックルカーブって言って、その不規則な、ちょっと回転をしながらカーブ、ちょっとドローンとこうね、その落ちるようなカーブですよね。そういったカーブを、これをまあ投げ分けていくんですけれども、今日はですね、もう非常にそのナックルカーブを多めに使ってた印象がありますね。今日だからナックルカーブがいいと判断したんでしょうね。ナックルカーブでそのストライクが取れてましたからね、やっぱり緩急がつきますよね。ナックルカーブをこう多投してますから、そこにですね、まっすぐが来ると、やっぱりどうしてもですね、詰まってしまいますよね。140キロのまっすぐなんですけれども、まっすぐに詰まってですね、打ち取るっていう、そういった、場面が今日も多かったように思いますね。やっぱりその、コントロールって大事なんでしょうね。だからまっすぐが速ければいいってわけじゃないんでしょうね。特にその西投手とか秋山投手の場合は、そのまっすぐが、なまじその速くないから、結構その同じような球速でまっすぐが来たり、変化球、多彩な変化球が来たりするから、結構ギリギリまでどう曲がるかわからないから結構打ちにくいんかもしれませんよね。その、
引きつけて引きつけて、ね、右に曲がったり左に曲がったり下に落ちたりですね、かと思ったらそのまま真っ直ぐ来たり、だからその辺がちょっと、ね、わかりにくいし、投げ方もですね、その、ね、その、何投げるかわかるような投げ方だったら、こう結構狙い撃ちされたりタイミングがあったりするんですけど、本当にもう、どういう球投げるのかね、わからないような、どの球種でも本当に同じようなピッチングフォームでですね、きっちり腕振ってですね、真っ直ぐかなと思ったらフォークが来たりとか、だから思わず振っちゃったりですね、なかなかこうタイミングをピタッと合わせることが難しいっていうのがあったのかもしれませんね。で、プラス今日は結構その広島の方が早打ちをしてくれましたので、まあ、おそらくまあそういった作戦だったと思うんですね。追い込まれる前にね、積極的に振っていこうっていう、まあそういったまあ作戦なのか、まあここのね、バッターの考えなのか、ちょっとわかりませんけれども、今日は結構ですね、積極的に広島打線が、こうね、バットを出してきてですね、結果的に、ちょっとですね、淡白な攻撃みたいな感じにですね、まあ結果的にそういう風になってですね、球数少なくこう秋山投手がスイスイ行くことができたので、まあそれもですね、秋山投手にとって今日はですね、プラスだったかなという風に思いますよね。まあもちろんコントロールがいいですからね、その待ってたってストライクストライクでね、なってしまうんで、待っててもしょうがないということでね、そのコントロールが定まってないピッチャーだったら、じっくり待って甘い球待とうっていうですね、そういった作戦ができると思うんですけど、そうするとですね、ボールボールになって、で、まあストライク取りに来た甘い球を狙い撃ちするっていう、そういったですね、作戦ができると思うんですけど、コントロールのいいピッチャー、しかも出来がいいってなるとですね、待っててもストライクストライクで、ね、すぐ追い込まれてしまうだけなんで、その前にもう初球からしっかり振っていこうっていう、そういうことですよね。で、それが、今日に関しては、阪神の方に、よく、いい風にですね、作用したのかな、というふうに思います。あと、ちょっと、やっぱり、広島打線が少し、ちょっと、淡白なのか、ちょっと元気ないかな、みたいな。やっぱり、その、モチベーションの違いかもわかりませんよね。もう、本当に、下位の方に沈んでいるピッチャー。まあ、その、阪神ファンとしてはですね、もう、暗黒時代をよく覚えてますからね、本当に、そういったのを思い出すんですけど、やっぱりどうしても最下位の方に行ってしまうとですね、そのシーズン中盤を越してくると、やっぱり、なかなかこう、ね、その、モチベーション高く保ってですね、上位のチームに立ち向かっていくっていうのがなかなか難しくなってくるんですよね。なので、ね、どうしてもその下位のチームはさらにこう下がっていくし、上位のチームはさらに上がっていくしっていう感じで、シーズンの中盤から、ね、終盤にかけて、上位と下位の差がさらに広がっていくっていう、そんな感じにどうしてもなってしまいますよね。で、今年は CS がありませんからね、クライマックスシリーズがあるとですね、クライマックスシリーズはそのまあ、賛否あるんですけど、穴もいらんっていう人もいるんですけど、あれがあるおかげでですね、あれがあったらですね、6位のチームまでまだですね、モチベーション高く保った状態で野球ができるんですね。3位狙いはいけますからね。例えば今年の場合だったら1位を狙わないといけないんだけども、1位の巨人はもう本当に独走状態に入ってしまいましたから、なかなか1位目指すっていうのは下位のチームは難しいんですけど、もしこれ3位狙いだったら広島まで十分にこれ可能性ありますから、モチベーション高く保てると思うんですけど、今年に関してはちょっとですね、下位のチームがモチベーションを高く保ち続けるっていうのは少し難しいのかなと。だからなおさらですね、阪神はもうね、2位3位を争っているような、まあ、DeNA とか阪神は下位のチームに取りこぼすことはなおさら許されないっていうことですよね。だから今日なんかはきっちりとですね、勝たなければいけない試合ということで、まあ落とさずに勝ててよかったなっていう感じなんですけども、秋山投手もですね、その、ね、7回までは本当にもう素晴らしいピッチングだったんですけど、8回でですね、まあ何が素晴らしかったかというと、まずコントロールが素晴らしかったのと、先頭バッターを絶対に抑えてたんですよね。ヒットは打たれるんですけども、それを打たれた後にきっちり抑えるっていう感じで、連打を許さなかったっていうのと、それからフォアボールがなかったっていうですね、やっぱりそのフォアボールを出さないっていうのは、まあ鉄則ですよね。で、これが8回にフォアボール2つ出したところで、今日はスパッとガンケル投手に変えましたね。やっぱりフォアボール出してしまうっていうのは、ピッチャーとしては、やっぱりちょっとね、疲れが出てきたのかなっていう、そんな感じ、まあ、もしくは少し精神状態が少し変わったのかなっていう、そんな本当に微妙なですね、ちょっとした違いなんですよね。ピッチャーって本当にもう見違えるように打たれ出したりですねっていうこともよくありますから、今日なんかもちょっと異変というかね、8回にフォアボール、それまでなかったような球が上ずったりですね、っていうのを、まあ、見て、もうそこでスパッと変えると、そういったですね、決断を今日はしまして、それが、まあ、吉と出た感じですよね。ガンケル投手が、ダブルプレイで切り抜けてですね、まあ、ヒット打たれて1点取られましたけども、そのままスアレス投手が9回抑えて、まあ、逃げ切ったと、そんな感じですよね。で、逆に遠藤投手の方はですね、初回ちょっとフラフラでですね、近本選手にこうヒットを打たれまして、で、今日も2番梅野選手だったんですけど、今日梅野選手素晴らしかったですね。今日犠打3つ決めまして、送りバント3つと、それからフォアボール1つですから、もうつなぎの2番としてはもう100点満点のですね、働きを今日は梅野投手見せてくれましたですね。
と、まあ、最近の野球はね、なかなかこう、送りバントっていうのが減ってきたんですけど、なんか今日の梅野選手のですね、もう一球で送りバントを決める姿勢ですよね。なんか昔のそのね、若い時の和田選手とかですね、巨人の川井選手とかですね、そのあたりを思い出すようなですね、もう本当に1番バッターが出たら2番バッターを送りバントっていう20年、30年ぐらい前の野球を見てるかのようなそんな感じしましたけども、やっぱり相手からしたら嫌でしょうね。近本選手が出て一球で送りバント決められて二塁に行かれるっていうのはですね、で三盗もありますからね、近本選手の場合は。なので、いろいろね、幅広がってくるんじゃないですかね、近本梅野っていう1、2番はね。それこそ、走るまで待ってから送りバントもできますし、逆に送りバント決めてから走らすこともできますし、エンドランかけることもできますしね、何でもできるかなって思いますね。梅野選手、意外と足も速いですから、もしね、梅野選手が出ても盗塁もですね、できますしですね。結構、なかなか面白そうな1、2番かなと、個人的には思っております。もともと僕、梅野選手を2番に使ってはどうかなって思ってたタイプなので、やっぱりですね、いい感じやなっていう、そんな感じですよね。初回ですね、近本選手がヒットで出て、梅野、選手が送ってですね、で糸原選手がデッドボールを受けたんですよね。で一塁二塁でサンズ選手ですね。でここでももちろんサンズ選手がですね、得点圏打率高いですから、もう今まではもうここでサンズ選手が決めてくれてたんですけど、今日はサンズ選手打ち取られてですね、でツーアウト一塁二塁になって5番の大山選手がスリーランホームランというですね、これはですね、素晴らしい攻撃ですよね。その4番がダメな時は5番が打つみたいなですね、この形をですね、まあ、増やし、もっともっと増やしていかないとダメですよね。4番サンズ選手が打ち取られた後に5番大山選手が打つみたいな、それは2005年のですね、優勝した時に金本あかんかったら今岡が打つみたいな、そんな感じですよね。金本選手が残してしまったランナーを今岡選手が全部返すみたいなですね、そういったね、4番5番の関係になってくればですね、でだから今日みたいなサンズ選手が打ち取られた後に大山選手が、きっちりと打つというこの形をですね、もうとにかく少しでも増やしていくっていうことですよね。まあ、今日はたまたまね、そういういい形になりましたけど、ちょっとまだその回数が少ないかな、みたいな。サンズ選手が打ち取られた後、大山選手も打ち取られたりですね。で、サンズ選手が、歩かされて大山選手ダブルプレーとかですね。そういったのが少し多くてですね。だから今日みたいな、ですね、サンズ選手が打ち取られた後に大山選手がホームラン打つみたいなのをですね、できるだけ、もう数を、回数をですね、今後も増やしていってほしいなというふうに思いますね。で、これで先制のスリーランホームランで3点取って、で、こっからですね、広島の遠藤投手が立ち直ったんですね。で、こっから素晴らしいピッチングをですね、こう繰り広げましてですね、こっからあと追加点が今日取れなかったんですね。これがまず一つ課題かな、今日のですね、ポイントかなと思いますよね。で、立ち直ってしまってですね、ここから点取れなくてですね、でこのまま、まあ、今日は秋山投手がですね、粘ってくれたから良かったんですけど、流れ的にはですね、このまま向こうに粘られたらですね、逆転されるかもしれないみたいな、それこそ首位争ってるチームなんかだったら、今日の展開だったら本当に逆転されててもおかしくないようなですね、そんな試合展開ですよね。向こうに元気なかったっていうのと、秋山投手が頑張ったっていうので今日逃げ切りましたけど、本当やったら中押し、先制した後ね、中押し、ダメ押しっていうのをやっぱ点取っていかないといけないんですけど、今日はですね、それがなかなか取れなかったっていうですね、その辺が少し今日の、まあ、課題かなみたいな感じですよね。今日はまあ勝てたから良かったようなもののですね、試合の流れとしては決していい流れではなかったのかなって、まあ、そんな感じですよね。で中盤もですね、チャンス何回かあったんですけども、そこことごとくですね、向こうに抑えられるんですね、粘られるんですよね。でそうやって、点取れそうなところで取れないみたいな、で取れそうなところで取れなかったら、ね、流れ向こうに行ってしまうっていうのもよくある形ですよね。ね、味方からしたら、よっしゃ、点取れるでって思ったのが取れなかったら、ちょっとガクってきますし、向こうからしたら、やばいっていうところを抑えたっていうことで、よっしゃ、反撃するぞっていう気持ちになりますから、よくね、ピンチの後にチャンスみたいな、ね、こう、言葉もありますけれども、やっぱりですね、攻めて、で、攻めてるのに点取れないってなったら流れが変わってしまうっていうことはよくありますから、ここは何としても1点取らないかんっていう場面を作ったらですね、そこはやっぱ取らないとダメですね。で、今日はそれがですね、中盤以降全然できてなかったということで、そこが少しですね、まあ残念なところかなっていう感じですね。で、こういうところでですね、きっちりと点取ってほしいときに活躍してほしいのはやっぱり、ボーア選手とかですね、だからサンズ選手が、まあ、打てるときはね、サンズ選手が打って決めてくれるんですけど、サンズ選手が打てないときに、まあ今日は大山選手打ちましたけど、例えばボーア選手とかですね、それから8番木浪選手がですね、どうも8番に戻ってから元気がないっていうのは、それも少し気になりますよね。2番のときはすごいですね、積極的に、ね、ヒットも出てたんですけども、糸原選手が帰ってきてですね、2番に糸原選手が入って、でまあ今日は3番ですけど、
8番を木浪選手がですね、打つことが、多く、また戻った感じですね。そしたら8番にですね、行ったらまたこれヒットが出なくなったんですね。なので、やっぱり打順の適性みたいなのも多分あるんだと思うんですけど、木浪選手は8番ではない方がいいのかもしれませんね。その、もうちょっとね、上げてみるとか、6番とか7番打たしてみるとかですね。そんな形で、ちょっと打順を、それか、僕前から言ってる思ってるのはですね、8番にピッチャーを置いて9番に木浪選手を置くとかですね、DeNA がよくやるやつですよね。9番に野手を置くみたいなですね、そういったのも試してみても面白いんじゃないかなというふうに思いますね。そうするとですね、9番が野手として出塁をして、で、1番近本選手ですから、こう2人出塁するとですね、2番に梅野選手がいれば、これ、梅野選手はですね、送りバントめちゃくちゃうまいですから、その1、2塁を2、3塁に送る送りバントもですね、綺麗にできると思うんですよね。だから、その9番に木浪選手っていう、そういった形もですね、まあ面白いのかなと思ったりしますね。だから8番に木浪選手がいると、なかなかこれが機能しないんですよね。今日もですね、8番の木浪選手が少しブレーキになったかなっていう感じですよね。なので、ちょっとですね、どうなんですかね。まあまあ、その打順によって、そのね、調子の良し悪しが変わるっていうのは、まあ、まあね、我々素人にはちょっとわからないんですけど、でも結果としてやっぱそうなっているわけですから、やっぱなんかあるのかもしれませんよね。ってなったら、やっぱ打順を少しいじくってみるっていうのもいいかもしれませんね。はい。っていう感じですね。なので今日の課題としては、そうですね、その追加点がまあ取れなかったっていうことかなと思いますね。で、大山選手今日初回スリーの打ちましたけども、その後またダブルプレーを打ったりですね、チャンスでやっぱりこの、ここで一本欲しいっていう時になかなか打てないっていうのが続いてますから。大山選手にももうちょっとですね、勝負強くなってほしいなというふうに思いますね。生でホームラン出てるだけにですね、あの、ファンのね、人たちの間では、いやいや、大山よくやってるやんけっていうですね、そういった意見もよくあるんですけども、やっぱ期待がでかいだけにというのはやっぱりありますよね。まあ、とか、あれなんですけど、ね、それはもう、あまり過度な期待をかけるっていうのはあれですけど、やっぱりね、あの、4番にドカーンとか座ってほしいわけですよね、大山選手には。その、阪神ファンが待望してたんですね、右の大砲っていうのはですね、甲子園球場はその浜風がね、吹いてますから、やっぱり右バッターでですね、大砲的な、ね、ホームランが打てるバッターっていうのが、やっぱりですね、欲しいわけですよね。で、それで、今までも何回もですね、今までも何にも何にもその右の大砲候補みたいな選手をですね、取ってきては、失敗してみたいなのを繰り返してますから、そう考えると、久しぶりのその右の大砲候補で、ね、この後順調に成長していってくれそうな選手ですから、大山選手はですね、やっぱりファンの期待なんかもどうしても高まってしまうかなっていう感じですね。以前その、浜中選手がですね、右の大砲でこうね、ブレイクしそうになったんですけど、怪我でやっぱりちょっとね、ダメだったっていうのがありますから、まあそれ以来ぐらいのね、右のね、大砲候補でですね、ね、こう活躍してくれそうな選手ですから、やっぱりちょっと過度な期待をかけてしまってるのが分かりながらも、やっぱりもうちょっと頑張ってほしいなっていうのがありますよね。今日のダブルプレーで、実はダブルプレーのですね、個数が、リーグトップかな、トップタイかなんかに今なってると思うんですね。12個かなぐらいでトップになっててですね、そのダブルプレーが多いっていうのはいいバッターのですね、その特徴やというですね、いいバッターだからダブルプレーが多いんだっていう、そういった意見ももちろんあると思うんですけど、ただですね、そのダブルプレーの内容ですよね、質ですよ、ダブルプレーの質、要するにそのチャンスでですね、強い打球を打って、それがたまたま野手の正面に行ってダブルプレーになってしまったっていうですね、そういったダブルプレーだったら、まあまあ見ててもですね、あ、しょうがないねっていうね、こういうこともあるよねっていう、そういった感じで見れるんですけど、相手の術中にハマってですね、まんまとその変化球を引っ掛けさせられてとかですね、詰まらされて、セカンドゴロ打たされてとかですね、でそれでまんまとダブルプレーにこう引っ掛かるみたいな、そういったのを繰り返すと、やっぱりちょっとイメージとしては、ね、悪くなってしまいますよね。で、今日、ちょっとですね、ダブルプレーのその、今の個数を少し調べてみたんですけど、大山選手が11か12個かで、今、トップなんですけど、でサンズ選手どうかって言ったら、半分以外ですね、5個ぐらいしかダブルプレー打ってないんですよね。もちろんサンズ選手だってですね、ランナーのいる場面でよく回ってくるところにいるわけですね。で、まあ同じようなですね、足もそんな速いわけじゃない、まあ速いわけじゃないどころか遅いぐらいですよね。サンズ選手は足遅いなと思いながら見てる方多いと思うんですけど、サンズ選手は足遅いんです。でもダブルプレー5個しか打ってないんですね。やっぱりその状況状況に応じて、やっぱりね、で、その三振も多くないですが、やっぱバットにボール当ててるんですよ。当ててるんだけど、ダブルプレーは少ないっていうのは、やっぱり何かしら あるんですよね、そういった、なんていうのかな、その打ち方のですね、工夫であったりとか、待ち方の工夫であったりとかですね、もちろん技術力もあるかもしれませんけど、
そういうのがあるわけですから、そういったところをですね、まあそれは僕ら素人がテレビで見ててもなかなかわからないと思うんですけど、大山選手今はですね、5番にいてですね、4番のサンズ選手がどういう風に打ってるのか、ネクストバッターズサークルでじっと見とくことができるわけですから、今のうちにですね、サンズ選手が一体どうやって打ってるのか、どうやって待ってるのかですね、そういうの、本当にまあもう生きた教材がいるわけですから、本当に吸収してですね、成長ね、して、もう日々成長していくことができるような状況に今いるわけですから、ね、そういったのをですね、こう、見ながら吸収して成長していってほしいなというふうに思います。で、何はともあれ今日のですね、まあ、ホームランで18号ですよね。で、まあトップ岡本選手ね、巨人の岡本選手が19ですから、サンズ選手と大山選手が2位まで上げてきたわけですね。もう本当に長打力とかね、ホームランはね、きっちり打てるだけの技術が上がってきてますから、もう一段階ですね、上のレベルをやっぱり目指していくには、ちょうどですね、大山選手の一段階上のレベルにいるような選手がサンズ選手がね、いるわけですから、ね、そういったところに、大山選手もこう追いついていってほしいなっていうふうに思いますよね。はい、そんな感じです。はい。で、まあ今日はですね、そんな感じで、まあ、打つ方としては、その、次の1点ですかね。次の1点、先制した次の1点、次の1点っていうのを、どう取っていくのかっていうのがですね、ちょっと今、ホームラン頼みの得点が増えてきてるかなっていう感じがしますね。ホームランが出なかったら点が入らないみたいなですね、そんな感じになってきてしまっていますから、もっとですね、積極的に足を絡めたりとかもね、できると思うんですよね。近本選手、ちょっと今、盗塁がね、減ってるかなって思いますから、もっとガンガン走ってですね、攻めていかないとですね、もうここに来て守りに入ったってもうしょうがないわけですから、失うもんなんもなくてですね、もう上目指して、とにかく一戦必勝でやっていくしかないわけですから、もう本当にですね、もっともっと攻めの気持ちを前面に出してですね、やっていってほしいなっていうふうに思いますね。なので、まあ、打順もですね、いろいろ試しながらやってますから、糸原選手の3番っていうのもですね、どのぐらい、まあ、今日はですね、糸原選手の3番がちょっと機能しなかったっていう感じですけど、これをですね、どこまで続けていくのかっていう感じですよね。3番バッターがずっとですね、課題でしたからね、いろいろ日替わりで3番をやってみてましたけど、なかなかこれがうまくいかないということで、糸原選手を3番に持ってきてますから、糸原選手にですね、きっちりと3番をですね、もう不動の3番になれるぐらいでこう頑張ってほしいなっていうのが、今ちょっとですね、期待をかける部分かなというふうに思いますね。で、昨日今日でですね、中継ぎが温存できましたから、ちょっとこれもね、大きかったかなというふうに思いますね。実は昨日ですね、中継ぎ3人入れ替えたんですね。浜地投手がですね、桑原投手とかですね、小林投手がこの辺を上げてきて、もう本当に数をですね、いっぱい入れ替えながらですね、とにかく、いい状態の人をガンガン使っていこうということで、2軍まで視野を広げてですね、戦っていくという、そういった姿勢が見えますのでですね、まあ、その今上がってきた選手がまだ投げる、こう、場面がなかったんですけども、ただですね、実は明日がですね、明日藤浪投手なんです。藤浪投手なんですね。で、本当にもう明日の藤浪投手は、背水の陣でしょうね。もう前ボコボコに打たれましてですね、明日あかんかったらもう二軍行きでしょうから、もう本当にそれはもう全員ですね、分かってると思うんですね。もう阪神の選手も分かってるし、本人ももちろん分かってるし、で、阪神ファンもみんなそういう風に見てますから。で、明日がですね、実は予告先発出てまして、藤浪対薮田なんですよね。なので、本当にどんな試合になるのか、ちょっと明日はですね、もう本当にボコボコの打ち合いになるかもしれませんし、逆にですね、薮田投手も藤浪投手も、逆にいい状態だったら本当にズバッと抑えますから、本当に明日はちょっとやってみな分からんなっていう感じですよね。ね、今日みたいな感じでですね、ちょっとその、広島打線がですね、ちょっと元気なく淡白な攻撃を繰り返してくれたらですね、ね、ボール球振って助けてくれるとかですね、もう初球から打って、ね、フライ簡単に上げてくれるとかですね、そんな攻撃してくれたら藤浪投手が立ち直るきっかけにはなるのかなとは思いますけどね、さて明日どうなるかなって、まあその辺がちょっとですね、まあ見どころっちゃ見どころですよね。で、まあ藤浪投手ですから、まあ完投っていうのはなかなか難しいでしょうから、今の状態だと。元気がいい時だったら完投も完封もできると思うんですけど、今の状態だったら、ね、5回6回でまた変わる可能性ありますからってなったら、中継ぎで2軍から上がってきたですね、桑原投手がね、どのぐらいの仕上がりなのかですね、浜地投手がどんな感じなのかっていうのも明日ね、こう見れるかもしれませんから、そのあたりも明日楽しみにしたいなと思いますけれども、明日勝たなダメですからね、とにかく何が何でも明日勝たないとダメですから、おそらくですね、明日もちょっとあかんなと思ったらもうすぐもうピッチャーをガンガンつぎ込んでくると思うんですね。明後日休みですからね。なので、明日はですね、一戦必勝で何としても勝つという試合に、藤浪投手が投げるというですね、この意味を藤浪投手本人がですね、どう感じるかっていうのをですね、明日はちょっと見たいなと。
まあ期待を込めてですね、不安もありますけど、やっぱり期待してみたいなと思いますので、明日はですね、そういったところを見ながら応援していきたいなというふうに思います。はい。ということで、まあ今日はですね、この辺りにしたいなというふうに思います。また明日ですね、その試合の後、明日もデーゲームですから、夕方にですね、この動画を撮って夜ぐらいに上げれるかなと思いますので、また明日ですね、試合の後に動画をこう配信したいと思いますので、また明日よろしくお願いしたいなというふうに思います。そうしましたらですね、最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。